キース・アダム・バンホーンは、カリフォルニア州フラートン出身のバスケットボール選手。NBA のニュージャージー・ネッツなどで活躍した。ポジションはフォワード。ダイヤモンドバー高校からユタ大学に進学。NCWA のディビジョンの一つ、WAC で活躍した。1997年の NBA ドラフトの全体2医指名を受け、フィラデルフィア・セブンティシクサーズに入団するも、 開幕前にニュージャージーネッツに放出。ルーキーシーズンからチームのフランチャイズプレイヤーとして活躍。62試合の出場し、1試合平均19.7得点、6.6リバウンドを記録し、その年のオールルーキーファーストチームに選出された。その後、2001から2002シーズンまでは、フランチャイズプレイヤーの一人としてネッツでプレーし、2002年プレイオフでは、 NBA ファイナルに進出したが、ロサンゼルスレイカーズに4戦全敗を喫し、ジェイソン・キッドから名指しで苦言を呈され、ケニオン・マーティンからも人生の一番大事な試合で、命がけでプレーしなかった奴がいたと非難され、バンホーンはケリー・キトルズと共に、ファイナル敗退の先般として批判の的に挙げられてしまった。 2002から2003シーズンはドラフト指名を受けたフィラデルフィアセブンティシクサーズに移籍してプレーした。翌2003から2004シーズンはニューヨークニックスでプレーしたがシーズン途中にミルウォーキーバックスに三角トレードで移籍。2004から2005シーズン途中にダラスマーベリックスに移籍した。2005から2006シーズンは怪我も重なって53試合の出場に止まった。 全試合でベンチから出場したが、出場時間そのものが減少したために、成績は前年を下回った。シーズンオフは FA となったが、数年来の不振と高年校などがネックとなり、開幕を過ぎても移籍先が決定することができず、事実上の引退状態となる。その後、ネッツのスポークスマンとして活動していたが、2007から2008シーズン中に行われた、 ジェイソン・キットを核とした大型トレードに組み込まれ、サイントレードで、ニュージャージー・ネッツへと形式上の移籍。マーベリックスは暗証に乗り上げていたトレードを成立させるために、人員合わせのために、トレード直前にバンホーンと再契約を交わし、引退の状況にありながら、バンホーンは3年1200万ドルの契約を手に入れることになった。ミドルシュートや、スリーポイントシュートなど、 調子の割には外角からのオフェンスを得意としている。マーベリックスではダーク伸びつきの控えとして重宝された。ディフェンスに関してはキャリアを通じて評価が低く、やる気がないと非難されることもある。オールドスクールスタイルを好み、デビュー以来一貫してハイソックスがトレードマークで髪型も単発だった。また、ユニフォームはサイズこそ今風のオーバーサイズ気味をチョイスしたが、 ショーツをずらして、履くことはなく上まで上げていた。オールルーキーファーストチーム、1998年。ありがとうございます。